はようございます。モネちゃん行かないよ。モネも学校行くの？多分そう。バイ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 。どこの靴履いて行くの？このサイズには大きすぎる、やめろって言ってるかも。行く？行かない。モネパジャマだよ。モネちゃん行くの？学校？うん。あ、そうなの。じゃあ頑張って。バイバイ。いってらっしゃい。バイバイ。じゃあね。バイバイって。行っちゃった。ミルク飲む？うん。ミルク飲む？うん。オッケー、行こう。面白かった？おはよう。今日は何の日ですか？ネイル。ネイル。ってことで、今日はね、車が届きます。Amazon が届くみたいな感覚で言ってるけど、今日はね、車が、いった！車が届きます。いった！ちょ、なんでかかと落とし。やめて、やめて。いつからそんな暴力的になった？まあ、何の車が届くかは、もしかしたらサムネとかであるかもしれないけど、また見てる。面白い？え？もう怖い怖い怖い。頭を打ちつけてこないで、パパの膝に。ご飯食べる？おぉ。おぉ。おぉ。なのでまた、車が届いたら、動画回します。邪魔だ。ということで、届きました。はい。来ましたね、ついに。高級感半端ないですね。まぁ、あ、ちょっとこれを見てね、車マニアの人には分かるかもしれないですけど、結局アルファードにしました。今までレンタルしてたやつが5人乗りで、でみんなでね、誰か友達も連れて出かけようって時によくアルファードをレンタルしてたの。やっぱアルファード便利だなと思って、でアルファードにしました。ちょっと後で車紹介します。これ誰が気合いさせてくれたの？でもね、後ろにね、バンズ見てるんで。こっちにして、もし。あ、行こう。どうですか？最高。ハッピー。今何見てんの？スーパーマリオブラザーズムービー。早っ。おはよう。また別の日です。次の日です。ということで、どう？今3日目ぐらい乗って。はい。今の壁は。取ります。ということでね、ついにビニールを取ります。3日間ずっとつけてたビニール。アボカド尽くしお店。めっちゃさ、久しぶりじゃない？ね。ファイファーズ、美味しそう。ね。ということで、アボカド食べ終わりました。どうですか？快適ですね。で、マナが後ろの席座るなんてないもんね。今まで絶対になかったパッセンジャープリンセスでしたから。うんね。おはよう。おはよう。いろいろとかけ、いろいろと忙しいんだけどもね。ゴーグルにおしゃぶりにヘアアイロン。ママの大事なのに。びっくりしてます。顔がびっくりしてました今。ちょっと待って。かわいいですよ。ちょっと見つけなさい。かわいいかわいい。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 かわいいかわいい。っていうことで、納車されてから3週間が、ちょ、まだなんかずれてる。OK。ってことでね、納車されてから3週間経って、もうね、1600キロ走ってますね。もともと移動が多いからね。でもさ、超長距離してないじゃん。超長距離運転してないのに、
もう1600キロ走ってますってことでね、こちらご覧ください。タラーン、タッ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 タラルーン。海には入れないよ。ちょっとね、バタバタしすぎで全然この納車ビログをねちゃんと撮れてなかったんですが、はい、今回ジョン・マラケが買った車、あ、ちなみにベンツはまだあの所有はしてるんだけど直ってないです。ベンツよりこっちの方がね、何、まあそうだね、中の広さはこっちの方が広いね。今これ Netflix、YouTube、ディズニープラス、Amazon プライム、もう全部見れるからね、もう子供たちがもう最高がってるよね。でなんかこっちも見れるようになってんだよね。そうで、前のあのナビでも見れるようにしてて、だからでしかも前と後ろで音が分かれるから、後ろで子供の映画見て、前では俺とマナでなんか、まあ、音楽聞くとか、それができるんですよこのお車。それがいいよね。ね。であとはこの車にした理由は、うん、あのジョンが編集できる。そう。なんか結構やっぱ旅行行ったりすることが多いのと、うん、あと私のことを送ってくれたりするときに、うん、でモネが寝てる間は俺も、ね、仕事できるから、このこっちにもあります。こうやってねテーブル出して仕事ができるようにテーブルが出てくるやつを買いました。でしかもハイブリッドだから1500ワットのコンセントさせるし、そんなね快適アルファードを買ったので、今日はこのね海の景色を見つつみんなで車の中でジブリを見たいと思います。キルタイム、イエーイ。しかも雨降ってるっていう、やばいよね。あ、なんかわかんない、雨降ってるのは私たちにとってめちゃくちゃ高ポイントなんだよね。そうそう、俺たち雨大好きだから。そう、あのなんか雨大好き。まだモネが小さいからキャンプ行けないじゃん。うん、寒いし。だからなんかプチキャンプだよねこれ。アルファードが後ろの席がリクライニングになるから、うん、ちょっとリクライニングして、うん、で今日はクッションとか持ってきたから。でも前に紹介したエクスプレス VPN を車のそのアプリに入れられたの。そうそうそう、そうだからちょっとリブリ見てキルタイムします。はいパパ。その前にご飯食べますか。ご飯食べます。お、なんだっけこれ、サンルーフ。やめてるね、もうね、君の手垢すごいんだから。サンルーフがいいよね。海に人が立ってる。本当だ。あれ人じゃないよ、ボール。騙されないか。最初からサンルーフピチすんな、もうね。そう、なので私はタンブラーとミッキー、はい、めちゃくちゃくつろげる服装で来ました。ねえモネさん、ママ舐めてる。わー、モネやば、なんでそんなことするの。バーとか言ってやめて。ねえ雨最高じゃない。覚えるよ、ギュって持つと。うん、それ分かってるママ昔からいるから昔からいるから、古代の人物みたいな感じで言われる。マテオさ、ここにいるかな海の怪物なんだっけ、海坊主海坊主。あー、なんか本見したね。ルネ寝れるんだよ。何でぶつけんのそこにモネがルネの上に。一心してハローモネハハ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 ハ。私たちこっちで見る。そうだね。そうで、うちは車でその映画を見れる方法が、車に Wi-Fi を登録して Fire TV を、 Fire TV で見れるんでしょ。前と後ろで持ってて、その Fire TV 自体に Express VPN のアプリがあるんだよね。そう、 Netflix で普通にねジブリ検索しても、まあ、こんな感じでね何も出てこないんだけど、うんうん、今日の
この動画のスポンサーでもあるエクスプレス VPN のアプリを使えばオンライン上のね位置情報を変えれるから、まあ Netflix だったりディズニープラスとかのストリーミングサービスに別の国のサーバーをね使うことができるんだよね。そうすると海外でしか見れない作品が出てくるんです。まあ例えばね、今俺たちが前と後ろでポニョを見てるんだけど、まあね、日本の Netflix からだと見れないけど、まあ、エクスプレス VPN で位置情報をまずイギリスにして、あとはもうページをね更新するだけで、もうこれだけで見ることができちゃいます。めっちゃさ聞かれるよね、どうやって見るんですかってね。まあみんな見たいよね、ジブリ見たいね。我が国のジブリですからね。まあもちろんね、ポニョだけじゃなくても他のねジブリ作品多分ほぼ全部出てくると思う、うん、ジブリだけじゃなくて鬼滅の刃。あ、そうそう、シンガポールだと鬼滅の刃無限列車編、あとキングダム3はカナダを選択すると見れるんだって。日本では見れないけど、そう、もうね100以上の国をね選択できるから、もうなんかネットリックス見るもんねえなみたいなことがないんだよね。確かに。まあただね、エクスプレス VPN のいいところって、まあ、ジブリとか見えるだけじゃなくて、セキュリティの安心感があるんだよね。私たちは、まあ、ジブリ見るけど、うん、主にそっちがメインかな。そうだね、外で仕事するためにお店の Wi-Fi とか、そのまあ外にね無料のね Wi-Fi とかあると思うんだけど、まあああいうのってすごいね、まあ危険でね、個人情報がね簡単に流出されちゃうんだよね。クレジットカード番号とか、まあじゃあ海外旅行行くってなったらさ、やっぱ日本の電波使えないからさ、向こうでの Wi-Fi を使ったりするじゃん。もうそういう時とか絶対にエクスプレス VPN 必要だよね。まあ実際にね、前も言ったけどさ、マナの友達とかさ、なんか抜かれてたじゃん。本当に無料 Wi-Fi とかね、もう危ないよね。でまあエクスプレス VPN は、まあ、スマホ、まあ、パソコンとかねとそのインターネットの間になんかプライベートのトンネルみたいのを作って 100% ね情報を暗号化してくれるから、まあ、個人情報ね盗まれる心配もないし、すごく簡単で、もうアプリのボタンを押すだけでできるから、まあ、こんな感じで本当ポチッと押すだけでできるから、もうめっちゃ簡単なの。それだけで守れるんだったら絶対使った方がいいよね、うん、はい、なので気になった方はね、ぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。まあ、動画のね、最後でも言うけど、3ヶ月分無料になるので、ぜひ使ってみてください。じゃあちょっと、子供たちはね、軽く食べたんだけど、僕たちまだ食べてないので、はい、食べよう。食べちゃってるけど。フライングしてんの。やばーい、雨がいい感じ。音がてかいいよね、このポツポツポツって音が。ね、ということでね、マナちゃんが急遽テラスモールに行きたいっていうことで、じゃあ行きますか。たらーん、ポップコーン調達してまた海沿いのところに行きます。最高じゃん。最高だね。海見てポップコーン食べてジュース飲んで寝る。最高でしょう。じゃあ向かいます。はい。いや面白かったね、うん、マジ映画館だったね。もう本当に映画館だねここ。後ろでちょっと騒ぎすぎね、うん、これ遊び場じゃないから、ここ。遊び場です。広すぎて。はい、じゃあ、ルイルネモネちゃん、おやすみなさい。でもさ、明日もここにいたい。普通にね、いたい。おやすみなさい。おやすみ。この動画が良かったらいいねもう。足もください。この動画を最後まで見てくれ。あったかい方にして。足伸ばして腹立つな。最後に。ね、待って。ねえ、あんまりさ、後ろにやんないで。ルネの足潰れる。じゃあ、OK？ うん。寝る準備できた？うん。はい。おやすみ。はい、ということで帰ってきました。今日は、まあ、納車ビログ、そしてそのまま車で映画鑑賞ビログでした。車でムービーナイト
でした。ということでね、まあ今回車でジブリをね見るときに使ったエクスプレス VPN、 まあなんとね、ジョンマナ視聴者のみこちらのねエクスプレス VPN.com/ジョンマナをクリックすると無料で3ヶ月分追加されるので、ぜひお得なのでね使ってみてください。まあぜひねこの機会にエクスプレス VPN を使って、まあ、映画やドラマを楽しみながら安全にねネットを使って楽しんでください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。まあやっとね新しい快適な車が来たってことで、まあこれからジョンマナビログがより快適になることでしょう。ということでバイバーイ。バイバーイ。もうね。